おう、まこっちゃん、ちょっと見ねえうちに老けたな。お互い様ですよ、足立さん。お久しぶりです。この人は俺の数少ない信頼できる刑事仲間、伊達誠だ。お前が春日一番か。噂通りだな。昔のあいつと同じような目をしてやがる。あいつ？俺の大切なダチのことさ。んなことよりお前ら狙われてるんだろ。ここなら安全だ。今日はもう遅いし休んでいけ。いいんですか？他ならぬ足立先輩の頼みだ。それに詳しくは知らねえが、明日は大事な戦いがあるんだろ。遠慮なく使え。ありがとうございます。じゃあな。サンキュー、まこっちゃん。すまねえな、巻き込んじまって。なーに、こういう役回りには慣れてるんで。頑張れよ、春日一番。よし。おはよう、一番。テレビで見たけど、もう投票始まってるよ。神奈川2区。もしかしてあんたにも票が入ってんのかな。まあ、面白半分に入れるやつもいるだろう。ふん、違いねえ。なあ、一番。な？俺らはいつでも構わねえぞ。カムロ町のミレニアムタワーが口開けて待ってる。あとはお前が一歩そこに足を踏み入れりゃ、そいつが青木亮と近江連合への宣戦布告ってわけだ。そうだな、入っちまったら後には引けねえ。やり残しがないようにね、一番。